はい。皆さん、こんにちは。マネアルグルービーです。今回は、プレイステーションの機動戦士ゼータガンダムアクションシューティングゲームになりますが、こちらの続きをプレイしていきたいと思います。新規にアニメが書かれているというので、そのアニメのシーンを、ね、楽しみながらのプレイになります。サイドワンの脱出。ここはライラ隊との戦いのエピソードですね。アーガマは地球の引力でジャンプし、魔の区域と呼ばれるサイド4を経て、サイド1の30番地へ入港した。かつて反地球連邦運動が盛んだったこの頃には、ティターンズの G3 ガスによる攻撃を受け、1500万の住民は死滅し、今も無人のままだ。新たにクルーとなったエマシーン・チュイと神優美団には、その現場を見せ、ルーゴの活動の意味を理解してもらおうと思う。船になります。エマ・チュイは元ティターンズだが、カミーユの両親を人質に取ったバスクに疑問を感じ、エウーゴに参加した。まだ保護観察の身ではあるが、アーガマにとって良いクルーとなることを期待している。そこのノーマルスーツ、エウーゴのものか？地球連邦の人々は、空という新しい環境を手に入れ、そこに適応していこうとする人間を恐れたんだ。ニュータイプになるから？そうだ。ニュータイプをエスパーのように考えているから、いつか彼らに主権を侵害されるのを恐れているのさ。嘘だ！お前は？ライラ隊！かつてジオンを好きにした。ザビ家の残党の都合のいい理屈に騙されているんだ。地球連邦が第二のザビ家になろうとしているのがわからないのか？なんだと？地球を私のものにしろと。できる人だ。あれが敵。で、この後、ライラのガルバルディと戦闘になります。このエピソードでは確かね、ジェリドがライラの部屋を訪れた時に、ライラがちょうどシャワーを浴びていたシーンが、あって、それがすごく印象的ですね。では、ビームライフを装備して出撃しまーす。神、アーガムの前にリックディアス隊は左右に展開する。アポリー注意に機体を頼む。この時、クワトル隊は自分の赤く塗られたリックディアスではなくて、アポリーのリックディアスで出撃ですね。まあ、普段、まあ、このアクションゲーム、シューティングゲームは、全くと言っていいほどプレイしないので、プレイ自体はですね、かなりちょっとしょぼめだと思うんですけども、ご容赦いただいてですね、生意気な口を聞いた士官が乗ってでもいるのか。こういうセリフのシーンやアニメのシーンを、さっきの子供の方か。いただけたら嬉しいかなと思います。では、ガルバルディとの戦闘です。装備は基本的に近接戦と、まあ、ビームサーベルと、まあ、今回はライフを装備してますけども、ライフがマックスの場合だとバズーカも使えますね。今赤く照準が合ってると思うんですけども、この照準が赤い状態がですね、まあ、攻撃が当たりやすい、いわゆるロックオンされているっていうことですね。で、一定数、マックスの場合のビームライフだと15発ですね、と打つと、弾切れになるので、一定時間攻撃ができなくなります。その間は、ビームサーベルを使った巻き攻撃、いいよね、したり、いいのかなと思いますけども、まあ、今回はですね、このまま回復になったので、ビームライフを打ち続けてみましょう。なかなかね、ビームサーベルが当てられなくて、ビームサーベルが当てられると、もしかしたらもうちょっと効率よく、攻略が進んで、ダイナミックなレアシーンで演出できたりするのかななんて思うんですけど、ちょっとそのあたり今後頑張っていきましょう。というわけで、ジェリド、油断するな。ライダーを行き、奴はただものじゃない。そうか、私が今あの子のことをただものじゃないと言った。この分かり方が無意識のうちに反感になる。これがオールドタイプということなのか。ライラ、
後ろに違ってジャマイカンが映ってましたね。おめでとう。君ももう一人前の立派なパイロットだ。アムロレイの再来だよ、君は。同感だな、神指団君。はい、というわけで、このライラガルバルディ戦が攻略完了になります。1話1話はね、少し短いかなと思うんですけども、1話1収録1アップロードという形で進めさせていただきたいと思いますので、今回はここまでにさせていただきたいと思います。